おはようございます。4月22日金曜日の朝です。夕べは思いがけなくたくさん雨が降りましたね。夜の雨の日の運転はとても慎重にならないといけないなと思いました。では今日もゆっくりと動いていきましょう。まず仰向けになってください。床の上の体を観察してください。呼吸を楽にして床についているところ、浮いているところ、右側と左側を比べてください。肩甲骨は感じられますか？右の肩甲骨、左の肩甲骨、どちらがはっきりとその形を感じることができるでしょうか？頭を左右に傾けてください。適当なところでその動きをやめてください。左側を下にして横になってください。両膝はお腹の方に曲げて重ねてください。両手は前方に伸ばして手のひらを合わせて指を組んでください。両手を天井に向けて持ち上げたり戻したり、今週はこの基本的な動きをやっていますが、今日はまず天井に向けて両手を持ち上げて、膝、右膝も天井に向けて持ち上げていってください。右足は足の裏を床につけてください。で、腕は右、膝は左に動きます。天井に顔も向けて、手は右、膝は左。膝が左の時は手は右です。手と足が逆に動いてください。楽な範囲でお願いします。肘は軽く伸ばしたまま、この動きで頭やあばらはどう動いているでしょう。楽な範囲で腕と膝が逆に動きます。呼吸は乱れていませんか？楽に呼吸をしながらできる範囲でこの動きをやってください。ではゆっくり動きをやめていって、膝も腕も床に戻します。呼吸を2回くらいして、前方に伸ばした腕、両手が天井の方に持ち上がったり戻ったり、この動きが最初に比べてスムーズになったでしょうか。では
仰向けになって休んでください。体の右側と左側を比べてください。床についている部分、右と左、どちらがたくさん床についているでしょうか。では逆を向いてください。右を下にして横になってください。そして同じように両膝はお腹の方に曲げて重ねて、両手は前方に伸ばして指を組んでください。そして何も考えず手を天井に向けて持ち上げたり戻したり、体のどの辺までがこの動きに協力しているでしょうか。床に戻ったら一旦動きをやめてください。そして腕と膝が天井に向けて持ち上がったところでストップしてください。左の足の裏は右の足の上にいてもいいですし、床の上にいてもいいです。そして腕と膝が左右逆に動きます。腕が右に行くときには膝は左、膝が右に行くときに腕は左に動いてください。動きは小さくていいので方向だけしっかり逆に動いてください。背中では何が起きているでしょう。左の肩甲骨がついたり離れたりしているでしょうか。頭はどちらに転がりますか。それとも頭は全然転がらないんでしょうか。あばらはどう動いていますか。背骨はどのあたりが一番大きく動いているでしょうか。この動きに慣れてきたら徐々に動きを軽く速くしてください。動く幅は半分にしてスピードを倍にしてください。軽く速く軽く速く、そうすると全身にはどんな動きがあるでしょう。では徐々に動きをゆっくりしていって、動きをやめて腕も膝も最初の位置に戻してください。呼吸をゆっくり2回くらいしたら、他のところはほったらかしにしたまま腕が天井に向かって持ち上がったり戻ったり、この動き最初に比べて動きは滑らかになったでしょうか。この動きをするときの他の体の部分、勝手にこの動きに協力するところは増えたでしょうか。ではゆっくりと動きをやめていって仰向けになってください。床の上の体を観察してください。
床についているところ、浮いているところ、最初と比べてその面積は変わりましたか？肩甲骨、右の肩甲骨、左の肩甲骨、その形は最初より少しクリアに感じるでしょうか？少し肩甲骨を右左と動かしてください。その動きをやめて頭を左右に傾けてください。ではゆっくり動きをやめていって起き上がってください。はい、いかがでしたでしょうか。今日は今はまだ曇っていますけれども、これから天気が回復して気温が上がるようです。週末元気でいきましょう。では、いってらっしゃい。明日はお休みです。